洋楽必聴の名盤ビリー・ジョエル・ザ・ストレンジャー。1977年、ビリー・ジョエルはアルバム制作にあたり、ビートルズのプロデューサーであるジョージ・マーティンに相談した後、ポール・サイモンをプロデュースしていたフィル・ラモーンと出会った。ビリー・ジョエルのアルバムの中でラモーンがプロデュースした最初のアルバムであり、その後ザ・ブリッジ1986年までラモーンはビリーの作品をプロデュースすることとなる。代表曲「素顔のままで」全米3位はグラミー賞で年間最優秀レコード賞と年間最優秀楽曲賞を受賞し、アルバムは全米2位となり1000万枚以上のビッグセールスとなった。ローリングストーン誌の最も偉大な500のアルバム2003年において67位にランクイン。ビリーはエド・サリバン賞でビートルズを見た後、音楽のキャリアを追求することを決めた。その一回のパフォーマンスが私の人生を変えた。その瞬間まで私はキャリアとしてロックを演奏することを考えたことはなかった、と語っている。そして代表曲「素顔のままで」が大ヒットし、ビリーはスターダムへと駆け上った。当時ニューヨークに住んでいたジョン・レノンはボート遊びをしていた際、ビリーが所有していた邸宅、通称グラスハウスに向かって、君の曲大好きだよ、レコードを全部持ってるよと叫んだというエピソードがある。1980年12月8日、ジョン・レノンが死去した。ビリーは家にいてニュース速報を見た。信じられなかったね、悪い冗談かと思ったよ、本当のはずがないと思ったからね。オートバイに飛び乗ってぶっ飛ばしたヘルメットもかぶらずひたすらぶっ飛ばした。泣けた。とにかくニュースから逃れたくてひたすら走った。とあるバーでバイクを止めた。古びたピアノがあって何かを弾く羽目になって In My Life をやった。みんなでピアノの周りを囲んで一緒にジョンの曲を歌った感動的な夜だった。自分にできることといえばそれしかない、音楽をやることしかない。これがジョンの死に際して僕がしたこと。